みんな、おはよう、ニコチンチャンネル。違う、ニコチンチャンネルじゃない。みんなのニコチン、リコピンです。まだ新しいタイトルみたいなのが思いついてないから、一旦このままで行く。昨日の動画見ていただけますでしょうか。昨日の動画ね、もう敬語やめてタメ口で行きますみたいな動画だったんだけど、そのね、動画の、ちょっと今ね、階段から走ってきたからめっちゃ息切れしてるんだけど、で、あと10分ぐらいで言えてないといけないからちょっと早口で話すんだけど、そう、昨日の動画ね、結構たくさんの人からね、リコちゃんすっごい殻破ったねとか、こっちの方が好きとか、なんか前のはもちろん良かったけど、なんか真面目な、なんていうかお姉さんみたいな感じで良かったんだけど、今の方がめっちゃいいみたいな、今の方がめっちゃいいっていうか、まあ一本しか撮ってないんだけど、なんかこっちの方がいいってで言ってもらえてね、もうなんか本当にそれが嬉しくて、ぶっちゃけちょっとビビってたんだよね。なんか朝7時に投稿してたから、もう7時になって、うわー、なんかちゃんとみんなに届くかなとか、なんか再生回数ゼロだったらどうしようとかめっちゃ心配だったんだけど、今までさ、皆様の役に立つ動画を撮ろうみたいな感じで、結構さ、自分のことを話すよりも旅行に役立つ情報を、情報提供の場だけにしてたんだけど、それは多分つまんなかったと思います。つまんなかったと思うから、ちょっとこれからはもうちょっと私の人間味ある、面白おかしく楽しみながら人生を楽しんでいく動画を作っていきたいと思いますので、皆様これからも見ていただけたらと思います。はい、昨日のね、続きをちょっと話していきたいと思うんだけど、私が変人だって気づいたいろいろなことをちょっと今から紹介していこうと思います。まあ、変人とか宇宙人とか思い出したのはほんと数年前ぐらいからなんだけど、その中でもね、結構やばいようなエピソードがあるから、ちょっと今日はそれについて話していくよ。まずね、19歳ぐらいの時に遡るんだけど、19歳の時に初めて人が、一重の人と二重の人がいるって気づいた。気づいた理由はね、やっぱさ、小中高でさ、どんどんなんかいろんな女子たちに関わるじゃない？その時に、なんで可愛い子と可愛くない子がいるんだろうって思ってて、それのね、謎がずっと解けなかったの。結構可愛い子多いじゃん。そうした時に、なんでこの子たちは可愛いんだろうかという疑問にぶち当たったんですよ。なんだけど、その謎が解明されないまま、どんどん大人になってて、ある時に気づいた。私高校卒業するまでメイクしたことなくて、あんまりだから全然パーツパーツで人の顔を見てなくて、全体を見てこの子が可愛い可愛くないを判断してたのって感じで、あみたいな、結構それありえないぐらいの気づきで、うわマジで二重と一重っていうのがあるのっていうところから、ちょっと私のメイク人生がスタートしたという感じですね。まあ、それが一個目の気づき。普通の人だったら、なんかナチュラルに大人になるにつれて、多分小学生か中学生に上がるぐらいの時に気づくことを、私は19歳ぐらいの時に気づきました。で、二つ目が、小学5年生とか6年生ぐらいの時、それはね、ちょっとね、その二重一重の説よりも前に気づいたんだけど、私可愛いと思ってる子って髪の毛がすごいまっすぐだったの。ピーみたいなストレートだったんだよね。で、だけど私もそうなりたいと思ってたんだけど、私のこと知ってる人わかると思うけど、私すごいテンパーなの。今はもう大人になってだいぶ落ち着いたけど、小学生の時とかテンパーすぎて、もう大変なことに、もう大変なことになってて、髪の毛縛らないとボンってなるタイプだったんだけど、ある時ね、美容院じゃなくて床屋さんに行った時に、その床屋さんのおばあちゃんみたいな人にお願いしたの。私は可愛くなりたかったから、髪の毛をまっすぐにしてくださいって言ったの。これさ、わかるじゃん、なんかめっちゃチリチリだったから、こうしたかったの。もう本当にまっすぐ、まあ今アイロンしてるんだけども、本当にこうしたかったんだけど、こうしたいですって伝えたつもりが、おかっぱになったの。ここがまっすぐになったの。ここピンってまっすぐになって、ここもピンってまっすぐになって、クレラップちゃんみたいな、わかる、おかっぱみたいな、おかっぱパツみたいになって、もうショックすぎて、もうこんなはずじゃなかったの、もうなんでこうなっちゃったの、私が伝えたかったのはそうじゃないの、違うみたいになって、もう本当にショックすぎて、お母さんに暴言を吐いたっていう。もうなんでお母さんこんなとこついてきたの、もう
って叫んだ後に外に走ってて、床屋さんの外に走って、もうショックすぎて神隠しにあったんじゃないかぐらい長い間隠れてましたね。お母さんにそのショックを伝えたくて、でお母さんさ、え、リコどこ、神隠しみたいな感じで騒いでたんだけど、もうムカついてちょっとした抵抗みたいな感じで隠れていた時期もありました。そんなんさ、一番可愛い可愛くないがすごく出てる小学5年生の心にはすごい辛い出来事だった。これぐらいでまっすぐ全部切られたし、それにね、さっきも言ったけどテンパーなんだよ。もうだからもうボッみたいになって、もう次の日とかもう髪の毛洗ったらたまげちゃうよね。だけどその時に髪の毛をツインテールにするという技を身につけたの。縛っちゃえばいいやって気づいてから心が落ち着いたけど、ずっと考えてたのは、もう学校行きたくないよみたいな感じでした。あの、その時の写真は多分どっかにあるけどどっかにないかもしれないから、あったら載せるけど、まあ、ちょっと私のこと知ってる人の中で私がなんか変人だなと思ったエピソードがあったら、ちょっとコメント欄に書いてみんなにちょっとシェアしてください。自由ですよ。まあこれが変人だと思ってなかったんだけど、最近2年ぐらい前にこれはもしかしたら変人かもしれねえなと気づいた出来事でした。妹に言わせると、姉ちゃんってマジで起伏激しすぎて本当に嫌だ、マジで気使うんですけど本当に嫌だみたいな妹に言われるぐらいの性格の持ち主です。でこれからのね、動画はどんなことしていきたいかっていうと、私いろいろちょっと改善したいポイントがあって、あの外見でも内面でもだけど、まずはね、ちょっとね、見えるかな、眉毛がね、ちょっと本当にこれでもね本当にマシになった方なんだけど、眉毛が本当にみんなにね、リコちゃんの眉毛大丈夫、なんか左右こうなってるよとか言われるんで、ちょっとこれね、明日の動画ではちょっと眉毛をあの描かずに動画で描きながら、ちょっと改善点をみんなに教えてもらおうかなと思ってるから、ちょっと皆さんアドバイスをお願いします。はい、そう、もう10分過ぎちゃったので終わっていきたいと思います。皆様最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入ったらグッドボタンお願いします。で、毎日動画を投稿していく予定なんですけど、動画の更新の時間をね、前まで朝の7時だったんだけど、ちょっと7時は辛いかもってなったんで、ちょっとその日のうちにあのアップする予定なんで、アップされてすぐに見たい人はぜひ通知マークもオンお願いします。はい、そんな感じで終わります。今日も一日頑張っていこう。チャンネル登録皆様お願いします。また明日ね、バーイ。